皆さんこんにちは。 Adobe Express を楽しく簡単に使いこなしていますか？ Adobe Express はパソコン、スマートフォン、タブレットで作業を行うことができます。今回はタブレットで作業を行っていきたいと思います。 Adobe Express を起動します。 Adobe Express のホームの画面が表示されます。今回使用しますテンプレートはずっと下にありますアルバムカバーを使っていきたいと思います。すべて表示をタップします。アルバムカバーのテンプレートのページが表示されました。これはね、主にねポッドキャスト関係の、カスタムサムネイルを作るためにあるんですけれど、今回はねこちら、このテンプレートを使っていきましょう。このテンプレートをリミックスタップします。はい、テンプレートの編集画面が表示されました。まずねこのテキストをね、編集していきましょうか。ほっと一息はいいので、この毎日をタップして、ここをね、タイトルにしましょう。私はね CMM ボイスという、はい、ポッドキャストをね行ってるんで、これ入れます。で、右上チェックボタンタップします。はい、でこれちょっとね、右側ずっと伸ばして1行にしましょう。で、文字ね、文字のカラーを変更します。このカラータップします。カラーを、白にしようかな。で、完了ボタンタップします。そしてこれ5は文字が大きいので、これ1回編集に行って削除して、この分を使いましょうか。で、編集の編集タップして、でここはね、日々の出来事にしてチェック入れます。はい、ちょっと文字が大きいので、これねぐーっと縮めて、そしてこれ中に入れるんだけど、もうちょっとこれ縮めましょうか。はい、こんな感じにして、ニュースは削除しましょう。その分これ文字をずっと大きく、テキストを大きく広げます。はい、こんな感じ。ピンクのね破線が、真ん中でございます。そして毎日午後3時から放送をタップして編集タップします。ここはね、私は毎朝放送してるんで毎朝にしたいと思います。はい、こんな感じでいいかな。ちょっと大きくしようかな。はい、真ん中合わせ、ピンクの破線がだいたい真ん中この付近でしょうね。はい、ほっと一息、 CMM ボイス、日々の出来事、毎朝放送できました。これで完了ボタンをタップします。はい、そして右上の、ダウンロードボタンをタップします。プロジェクトを準備しています、表示されます。はい、画像保存が出ましたんで確認したいと思います。ファイルから開きましょう。はい、入ってますね。はい、このようにしてね、アルバムカバー、ポッドキャストのカスタムサムネイルを、まあ、簡単に作ることができます。ぜひね試してみてください。現在 Adobe Express を無料でご利用の皆さん、そしてこれから Adobe Express を使ってみたいと考えている皆さん、Adobe Express のすべての機能が利用できる有料プラン、プレミアムプランもご用意してますんで、プレミアムプランのね、ご検討もよろしくお願い申し上げます。はい、ということで、今回はこの辺で失礼します。